長門市の JR 長門湯本駅に鉄道で運ばれたのは鮮魚。道の駅鮮魚キッチンで購入したものです。実験は鉄道とドローンを組み合わせて買い物が難しい地区に届けようというもので、 9.4 キロ離れた俵山地区までフライトします。ドローンは時速40キロほどで、あらかじめ登録された地点に自動操縦で配達します。俵山地区には商店が少なく、住民の多くが市街地まで買い物に行っているということで、買い物難民の解消と鉄道など公共交通の維持という中山間地域の課題解決を目指します。ドローンは地元住民が見守る中、静かに着陸し、自動で荷物を切り離して飛び立っていきました。受け取る側が待ち受ける必要もありません。なかなか町に行けない人たちもいるところで、何かそういう使い道っていうのが出てくるかなっていうふうに考えます。急なお客様の場合に、そのお魚をわざわざ買いに行かなきゃいけないと、そういう時にこういう技術がこう使えると、本当に各旅館の方も楽になるなというふうに考えます。市では実用化に向けて課題を検討したいとしています。